ソンツンです。今日は久々にヤムチャを紹介する動画になります。ではこちら現在マカオ半島側のエリアなんですけれど、今日これから行くお店が今映しているスエユエンチウチアと言います。で、位置関係なんですが、今真ん中のところにリュウヤオハンという百貨店が映っておりまして、そしてグランドリスバーがですね見えているんですが、この方向に今見えているこのグランドリスバー、そしてエクタルトで有名なカフェナタですね。で、反対の方向、こっち側の方に行くと世界遺産のカテドラル、つまりセナド広場方向になりますので、だいたいセナド広場とグランドリスバーの真ん中ぐらいに今日これから行くお店があるといった感じですね。お店の中こんな感じになってます。この下とまたさらに上にもフロアがあるんですけれども、かなりね綺麗になってるんですよ。以前ねここに来たことがある人であればあれと思うかもしれないですけれど、すごく綺麗になったなと思われると思うんですが、コロナ禍の時にですね、この内部かなり改装しましてね、めちゃめちゃ今は綺麗になっております。今回はこのメンバーでヤムチャをしますので、また視聴者さんが今回動画撮影に来てくれております。なかなかね少ないとは思うんですけれども、もしうちのチャンネルに出てみたいという方いらっしゃったら、インスタとかツイッターとか、Gmail などの DM にて私のところまでまずはご連絡ください。窓側のねテーブル用意してもらったんですけれど、このようにね景色が見えております。下に見えるのが南湾大通りです。でヤムチャの場合はまず最初にお茶を注文しなきゃいけないんですけれど、今日は視聴者さんのリクエストでジャスミン茶にしました。こっちにですね入っておりまして、もう一つあるんですけれど、これはお湯だけなんですね。飲み終わりましたらこのお湯を後でここに注ぎ足すんですね。空っぽの容器があるんですけれども、まず最初にですねこのお茶でこういう食器とかお箸をね洗うんですね。後でお見せしますけれども、で洗い終わったお茶をここの容器に入れてください。洗い終わりましたら係員さんがですねこれを取りに来ます。暑いんでね洗うときは注意してくださいね。全部我流でいいんですけれども、はい、マカオの人もそうですしね、香港の人もすごくうまくねこれ洗ったりするんですけれど、大体ねいいんじゃないですかね。で最後にこの洗い終わったお茶をここに流すだけで結構です。暑いんでね注意してくださいねお箸は多分全体を洗う必要はありませんので、食べる部分だけにちょこんと洗ってもらったら結構です、はい、そのままもうバーッと流してもらったら結構です、はい、高級なヤムチャ店とかではもうこういうのないんですけれど、いわゆる庶民的なところお店であればねこういったことがね今でも習慣として残ってるんですよ。で、こと細かくはねもう今日は説明しないんですけれど、ヤムチャの簡単なルールといいますか、それをねもう一つだけ今日は紹介しておきますと、以前にもね別の動画で紹介したことはあるんですけれど、これだけはねもう絶対間違いないです。間違えるとね現地の人に笑われてしまいますので、取り皿はこれなんですね。でこっちの大きなお皿の方は、例えば魚の骨とか肉の骨とかありましたらですね食べれないものをこのお皿に置くんですね。これを取り皿にして使っちゃうと地元の人に笑われてしまいますので、これ絶対間違えないようにしてください。あとお箸2つあるんですけれども、どっちか1つを食べる用の箸で、どっちか1つを取り箸としてお使いください。ヤムチャのもう少し詳しいルールとかは以前の動画、こちら今サムネ出しますけれども、こちらの方からご覧になっていただければなと思います。概要欄の方にリンク先を出しておきます。でこちらがメニュー表になってまして、今日はこの中からですね 1,2,3,4,5,6 つ注文したんですけど、全部天津系のものになります。
裏の方にもねメニューがあるんですが、こっちの方は例えばチャーハンであるとか、焼きそばであるとか、ご飯系とかっていうものですね。で注文方法は非常に簡単なんですよ。食べたいなと思うものにこう数値1とかね、もしくは2つ注文するのが2とかっていうのをこの丸の中に書き込んでください。書き終わったら、係員さん読んで渡していただくだけで、終了です。では天津の方も1品ずつ出てきたんですけれど、こちらまあマカオの人もね、香港の人もよくお店で食べるんですが、シャンタンジュオツァイシンと言いまして、ツァイシンっていうのは日本でいう菜の花ですね。それのね茹でた料理になってます。上にニンニクが乗ってるんですね。でこちらがジンインシャージャオフアンと言いまして、エビ蒸し餃子ですね。じゃあまず2品先に来たので、どうぞ先にどれか召し上がってください。特にタレとかありませんので、もうそのまま直接食べていただければ結構です。プルンプルンですか。じゃあまずエビ蒸し餃子から。この、ね、餃子の皮がもう透き通っててね、食感は柔らかいし、中のエビもねまたプルンとしていてね、食べやすい餃子ですね。この菜の花のスープもねすごく優しい味で、ね、いいんですよ。これ胃の調子があまり良くないなって思う時もね、いいですねこれね。非常にあっさりとした味でね、でこの菜の花も一見硬く見えるかもしれないですけれど、すごく柔らかくなるまで煮込まれているんで、日本の方はこれ絶対好きな野菜だと思います。でこちらはマーラガオと言いまして、もともとの発祥の地はマレーシアらしいんですけれど、中華風蒸しカステラみたいな感じですかね。ヤムチャの場合はですね、途中で甘いものを、ね、食べたりするんですね。ちょっと口直しってわけじゃないんですけれども、このカステラの方いただきます。黒糖を使ってると思うんですけど、そこまで甘ったるいものではありませんし、非常に優しい甘さですね。断面こんな感じになってます。チェーズシャオマイフワンと言いまして、このシューマイの上にカニのね卵が乗ってるんですね。この上のそのシエズというカニの卵のやつは、まあ、飾りみたいなもんですから、そんなにカニっぽい味はしないんですけれど、肉の部分ですね、すごく肉厚でね食べ応えがありますね。シューマイの断面です。では続いてはこちらですね。ジューションシェングフピージュエンと言いまして、いつも僕よくヤムチャで食べているシェンジュジュエンと、まあ、ほとんど一緒だと思うんですけれど、具材をねこの湯葉で包んで作ってるんですね。そうですね、過去に何度もね取り上げている、竹巻きと書いてジュジュエンって言うんですけれど、もうあれとほとんど一緒ですね。非常におすすめな、天津の一つであります。ちょっと見づらいかもしれないんですけれど、湯葉の中にキノコ類の具材が入っています。ではこちらがヤムチャではね現地の人も必ず食べるという長粉ライスクレープなんですけれども、通常のライスクレープは白い米で作ってますので白色なんですが、レッドライスで作っている長粉ということで、このような赤色になってます。このタレをねぶわーっとこのライスクレープの上にかけるんですね。具材のエビを長粉でくるんでおります。
さっきのエビ餃子と一緒でエビはプルンとしてて、でそのエビをちょっと揚げてるのかわかんないですけれど、サクッとした食感もありましてね、食感がすごく楽しめる商品ですね。じゃあ天使もねだいぶ食べ終わってきましたので、デザートとしてねマラカを残していたんですよ。お茶うけにいいですね、マラカ。ジャスミン茶と、うまい感じで合いますわ。ふんわりとした食感がねずっと続いてますね。めちゃめちゃ食べやすい、多分ちっちゃい子供でも、食べやすいものですね、これは。ぜひあのお子さん連れてヤムチャをする場合このマラガオも注文してみてください。じゃあ今日はこちら翠園寺宇治屋というところでヤムチャをしましたけれど、このお店の立地がねすごくいいところでありまして、セナド広場とリスボアの大体真ん中ら辺ぐらいに位置しているということで、世界遺産に行ってこちらへ来るのもいいし、リスボアとかね、カジノしてちょっとね小腹が空いた時にここへ来てヤムチャをするのもいいところではないかなと思ってますし、私自身もね個人的によく使っているお店でありますので、おすすめしたいお店の一つで、ございます。じゃあ、今日のヤムチャ動画はここまでということで、マカオ散歩ソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオのお散歩へ出かけましょう。